世界配信。足が震えてる。そうや。ネットフリックスさんですごいことさせてもらえると。ドラマを撮っていって、その中にリアルなトーク。いやーって。歯をむき出しにして耐えてた。毎週一人ずつ落ちていくという。まあドラマ言ってるけど、お笑い一本。ダサ。皆さん、しょうもない話をしてください。急に大喜利が振られましたよ。あんな嘘つき初めてだったよ。今度は曲がんなくなっちゃった。もうよせ。おお、出しとるねん。まさか。あの大吾とかいうやつのせいで騒ぎが大きくなった。始まったな。さらに大勢の人の命が失われることになる。この世界を変えてください。確かに世の中面白くねえことばっかりだ。だからこそせめてバカみたいに笑って過ごそうぜ。信じてんぞ君を。ネットフリックスでこんなん見たことないわ。どうやらもう一騒ぎありそうだぜ。一体どうなるの？トークサバイバー。俺この仕事こんなにしんどい。